Z もいきなり。はい、皆さんこんばんは。さっきからの続きやけど、まだずっと午前中やね。うん、そうそう。あ、どうしようか、日は経ってるかもしれない。さっきの答えは頭につけるもん。うん、こういう後でいいじゃん。後ですけど、じゃあこれこの動画内では何も言えたいからね。うん、平田でいいよ。平田。うん、平田の三男セット組んでいきますよ。はい。ちょっと聞いてみます。マトが旅行やけんさ、おおむね。うん。マトにまあ産んでほしいなって感じね。財じゃなくてもね。うんうん。テレビは思いっきり大きいね。うん。本日は。あら、あげよう。まだ入っとるね。こんな感じかな。はい。よく混ぜてね。まあ混ぜてもし、あの冷たグッて押したらさ、うん、それで、ま、あの水分が均一になってきちゃうけどね。これ押すのお前任していい？うん。そうよね、汚れるけね。マット入れてくる。うん、待ってね。マット入れてくる。うん。そうやね、メスが小さかったっけんね。ちょっと待ってよ。うん、はい、はい、ああ取ってくれるけどね。よく靴下履いとったね。なんで？いつも履いてねえやろ。お前外に出たら履くよ。あ、そう、うん、靴俺生足で履ききらん。うん、なんか栄養の問題でね。意味わかんない。何で栄養やった。いいかな。うん。やさそう。結構詰めた？うん。結構いい感じじゃない？パキーン回すんなよ。うん。オッケー。これ笑いやんね、みんな詰めるときに。結構もう新品は意外としなるけ割れんけどさ。うん。もうちょっと古くなってくるともうしなりがなくなるけんパキーンもね。そうね。俺なんか変なとこ割れた気がするね。うん？変なとこ割れた時がある。押し寄って。あ、そう、うん、そこじゃなくて。じゃあ漬物、材の漬物、材の漬物作らないけんね、ま、お漬物ね、うん、この材の漬物いいよね。材の漬物を作る動画もあげたらいいって。ん材の漬物勝てえしこれ新しい、まあ、新しくはない、ね、うん、これ違う、これは変わったね。使っとる？ん？使っとる？使っとるさ。ああ、使っと使っと。よう使っとる。おい、1週間もんや、これ。これいいよ、うん。ちょうどね、あの乾燥したマットでね、こう外材の漬物作るから、あらかじめも漬物作っとった方がいいよね、これ。うん、まあ、まず材の漬物作るより動画作ればいい。うん、これじゃなくて、これもったいないけ入れ物。ああ、密閉できんとダメよ。でも、ハエが入る。ああ、そうね。ハエが入ったらもうダメね。うん、ダメダメ。いいやろ、これ。うん、ね、いい。水分もめっちゃいい感じ。そうか、ハエが入ったらね、ぬか床自体やられるね。やられる、やられる。ぬか床じゃねえか。そっちの上に。あ、はい。それ知ったね。いいぞ。あとは、手で。固めていきます。大体こうガチャっとしとところを上に出したらいいよ、うん、あ、そういうの？こうじゃなくて、うん、おー、詰めやすいか、うん、あー、そういうことね。こう節やらさ、枝やら、うん、割れ目とかさ、あったら、うん、もうそっちを上にして、うんうんうん、そうすると横がこう、まっすぐになる。まあまあ、気持ちの問題だけどね。今回の平田はどう、うん、期待しとる平田、うんうん、まだ良かったよ、まずまず。お相撲、うん、綺麗やし、綺麗かった。うん。
かっこいいよ。俺があの値段値を持ったのもちょっと安すぎるよね。あ、そう、うん、どの値段かは知らんけど、うん、まあ安かったじゃんね、うん、まあまあ F1 でどこまで大きくなるか、俺も手出したことないけん。ああ、そうよね、大陸系のこの平田はね、うんうん、大陸系っちゅうて思った。いや、いいよ、だこれはもう次の日になってる、アップロード調べる すべも何もない。そうね、うん、よいしょ。ただ最後に答え合わせが待っとるけ、平田ちよるだけ、うんうんうん、あ、そこそこ、うん、そうそうそう、うん、マットちょっと余りそうね。うん、余るね。あ、分からない、これ余るかどうか。そうそう、結構押し込める。うん、親指強いけどね、こう押すよりこう押した方が全然強い。ああ、セットは一緒だね。一緒一緒、もちろん。平田で違うセットも平田とかはおらんよ、多分おらん。全部一緒でいいよ。全部一緒でいいじゃん、うん、それ聞いとったらなんかあれね。ん、ほら、みんな迷わんですね。そう、うん、ただあれだけ、あの代表だけちょっと違う。あ、俺はね、俺の感覚ではなんか言ったよね、うん、砂埋め練習材そのままボコンチェルとくだけ、それで、まあ、成果があったらけね、ちゅうことやね。そうそうそう、何回もそれでしたよ。あ、そうや、1回か3回砂埋め練習材。へえ、加水して入れとくだけ。クヌギは使われたじゃん。何がクヌギは、違う、普通のはマットすら使ってない。あ、最初からも、それはどっかで見てから。なんか俺それないじゃん、なんか見たかな、多分見たような気もするね。そうそう、うん、でそれは本当のことが書いてあったじゃん。本当のことが書いてあったじゃん。大体工学習以外はちゃんとしたのが書いてあるよ。あ、そうやった、うん、工学習はちょっと怪しいんだ方がいい。あ、そうやった、本当のこと書いてあるのかなって。違う情報も混ざっとるけどね。うん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 。ちょっとあれやね、余るね。ちょっと余りますね。うん、ちょっと余るね。あの辺を出そうかな。じゃあそうか。まあいいでしょうか。足場持っていこうか。うん。その状態でマットも持っとったらいいよね。あそこに密閉するのあったな、そういえば。この手の密閉型があるもんね。あ、そう、うん、あるじゃん。ある、水に使っても大丈夫みたいな。あ、そう、うん、そのどうしてもほら現場で、うん、大工さんとかさ、うん、土木の人が、うん、外で雨が降られたりしたらさ、うん、いや濡れたらいけん機械値いっぱいあるやん。あ、そういうの入れるためのこういうのがあるじゃん、大きめのやつが、うん、パッキンがついてるの、ここにこう。あ、そうやじゃん、うん、それ買ってきとこう。それにつけよう。うん、だ結構な量つけれそうやね。うん、もう来たらいきなりつけとってもいいね、10本ぐらい。そうね、そうやったら1本の動画にもなるしね。うん、したこれまたすごいことやじゃないと、それ本当は教えちゃいけんレベルのことやじゃないと。じゃあ教えんね。いや、もう言っとる時点でもうだ、こっからそこから出せるのを見たらもう分かるもん、大体勘のいい人。いい人は分かるけど、うん、その中に何の出汁が入っとったか分からん。出汁入りやと。出汁入りじゃないと。いや、俺絶対入れんよ、出汁が。そう、なんか出汁入れる人おるよね。腐るやっちゃう話や。いや、でも否定はせんけど、うん、したことないけんね。
俺はちょっと、私はちょっと嫌だな。あの卵、それに釣られて卵を産んだとしても、それのせいで腐ったりせんかなと思ってさ。まあまあどうでもいいけど、そう、ね、人は人。そうね。ん？じゃあもう、これ何かな、何やろ、それはあれや、もらったやつ、虫しゃぜり、虫しゃぜり、うん、これは、これ1個入れとこうか、うん、それは美味しいやつ、センター、杏仁、杏仁ゼリー、杏仁、杏仁豆腐やぞこれ、杏仁豆腐これ、うん、じゃあ、とりあえずメスをポンと入れて、うん、あ、もうお酢は入れんじゃん、ね、いや入れるよ、面白かった、2週間ぐらい一緒に入れとこう、あまりにも綺麗やけん、このメスが、うん、ちょっと怖いね、ピカピカじゃない、これかなりピカピカよ、アゴ先もめっちゃ尖っとるよ、ああ、交尾してない可能性がある仕事、いや、しとるけどね、ワイルドならほぼほぼ、うん、これは小さくないけん、そんな、ああ、そうか、かかっても全然、うん、問題ない、今回は追いかけありでいきましょう、二股とかもかけんでいいけどね、あ、そうですか、うん、あ、いっぱい折れちゅうたね、うんうんうん、うん、新生虫やね、これでさ、ワイルド飼ってさ、うん、あの新生虫じゃないのが来るときあるけんね、でもその新生虫じゃないのが来たときにそれがめっちゃ産んだりするけんさ、あ、そう、分からんよね、あ、もう、なんで1年越しのやつ、オスにケツ噛まれとったりするメスが来たりしてさ、うん、1年越しの、うん、でもそれが産んだりするけんさ、よく分からんと、この世界うわ、やられたーって思うけど、まあ一応セット組んで2、3個でも取ろうって思って、セット組むやろ。うん。ただね、負けたら30匹くらい出てきてびっくりする。だから諦めずに、ね、うん、やれば、いけますよ。何かしら。これさ、